もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。2021年12月18日に急逝した神田沙也加さんの元交際相手で、2022年6月に芸能界を引退した元俳優の前山隆久さんを名乗るインスタグラムアカウントが26日までに更新しました。ファンから喜びの声が上がっている一方で、神田沙也加さんのファンからは否定的な声が聞こえています。また神田沙也加さんの親友からは衝撃的な発言も飛び出しています。神田沙也加さんの旧姓から現在まで調査しまとめてみました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。お久しぶりです。前山隆久です。本日33歳になりました。これから自分のやりたいことをやっていけたらと思います。2月7日元俳優の前山さんのものとされるインスタグラムアカウントが突如開設されました。この日の投稿では、韓国の繁華街江南エリアで撮影された写真を投稿していました。さらに自身の33歳の誕生日であることを報告し、活動再開を匂わせるような文言も添えられていたことから注目が集まっていました。かつての所属事務所は、退所してからは関係がありませんと答えており、再所属については否定していました。その後も数日おきに写真の投稿を繰り返していた前山さん。そんな前山さんが3月20日「ホープ」といったコメントを添えて自身の姿が写った写真を公開したのです。いつ撮影されたものかは分かりませんが、前山さんが公に顔出しをするのは2021年1月に当時の所属事務所が心身に不調をきたし、現在も治療を続けておりますが、未だ仕事をすることが困難な状況にあると活動休止を発表して以来、約3年ぶりのことになります。ダブルのスーツに身を包んだ元 2.5 次元俳優。投稿された写真の中で前山さんが立っていたのは、かつて将来を約束したパートナーである神田沙也加さんと共演予定だった舞台「マイ・フェア・レディ」の公演場所、大阪梅田芸術劇場でした。前山さんといえば 2.5 次元俳優として人気を集め、舞台アンサンブルスターズ天正院 H 役や舞台刀剣乱舞ウグイス丸役、ヒプノシスマイクディビジョンラップバトル夢の源太郎役などを演じてきた経歴を持っています。また2021年12月に亡くなった神田沙也加さんの恋人で、入籍目前と言われる間柄だったことでも知られています。彼女の不幸の直後から心身の不調を理由に芸能活動を休止し、共演が予定されていた「マイ・フェア・レディ」もお蔵入りとなっていました。その後2022年6月には前室の所属事務所を退所しており、事実上前山さんは芸能界から姿を消していたことになります。前山さんの知人はこう語ります。神田さんが亡くなった後の前山さんは心身衰弱の状態で、一人では生活できないほどでした。そんな彼をお母さんが泊まり込みで面倒を見ていたそうです。神田さんとの関係もあり、前山さんには誹謗中傷が殺到しました。役者の仕事を続ける道も考えていましたが、苛烈なバッシングで断念せざるを得なかったと聞きます。活動休止後からこれまでどこの芸能事務所にも入らず、家族のサポートを受けながら進退を模索していたそうです。人生が大きく変わった前山さん、さらに知人がこう続けます。お二人は婚姻届にサインもしていて、同棲を始める予定でした。近々プロポーズの準備までしていたとのことですから、かなり応えたでしょうね。結局共演が果たされなかった「マイ・フェア・レディ」は彼にとっては思い出の作品なのでしょう。神田さんが亡くなった年明けに公演予定だった梅田芸術劇場の前に立つ写真をわざわざ SNS に載せるということは、未だに彼女に思いを馳せているという気持ちの表れではないかと思います。あれから2年余り、このタイミングで SNS に姿を現した前山さんにささやかれているのが韓国活動再開説です。前山さんは韓国には少なからず縁がある若手俳優集団 D-BOYS、 時代には韓国小劇場界でロングランヒットを記録したミュージカル「独身男の八百屋さん」
の日本語版を演じ、韓国でも周知されるきっかけになりました。かつて俳優仲間から韓国語を教わったり、 K-POP グループシャイニーのメンバーの髪型を真似たりしていたこともあり、自身も韓国の文化が好きなようです。今回前山さんが韓国の街並みなど写真を添えて、やりたいことをやっていけたらと投稿したので、ファンの間では韓国で活動再開するのではとの噂が巻き起こっています。これまで韓国にまつわる食べ物や風景の写真だけの投稿を繰り返していた前山さん、一転して今回彼が載せたのは神田さんとの思い出となるはずの大阪梅田芸術劇場で撮った写真でした。ホープの言葉が表す通り、前山さんにとって神田さんは今でも彼を支える希望の存在なのでしょう。そして3月26日までに前山さんと見られるアカウントは、黒のスポーティなセットアップを着用し、しゃがみ込んでいる近影をアップしました。ふさふさのまつげが印象的で、メイクをしているようにも見えます。同アカウントではここ1週間ほどの間で近影ショットが定期的に投稿されており、前山さんの活動再開が近いのではと見られています。神田沙也加さんの旧姓から明るみになった一連の騒動後、芸能界を引退した前山さん、このところインスタ更新が活発なことについてファンから喜びの声が聞かれている一方、神田沙也加さんのファンをはじめとした一部からは、しれっと復帰しないでどういう神経してんのといった否定的な反応も少なくないようです。神田沙也加さんの旧姓から1年ほど経った時、幼稚園時代からの親友ちかさんが亡き沙也加さんへの思いや、沙也加さんと交際していた恋人俳優の反論記事への憤りなどの胸中を明かしていました。2人は沙也加さんが芸能界入りしてからもプライベートで買い物に行ったり、時には互いの恋愛相談をしたり、親友同士の交流は続いていたそうです。ちかさんはこう語ります。フライデーで最初に彼の記事が出た時からモヤモヤした思いを抱えていました。さやのためと思って黙っていたのですが、またこんな記事が出た。さやから相談を受けて彼への苦悩が書かれた遺書を読んだ人間にとってもう耐えられません。ずっとさやのことを思っていたというふうに書かれていることが許せないんです。さやから心が離れていたこともあったと正直に書かれているのであれば、それは男女の間でよくあることで、そのこと自体は責められないと思う。それがこの一周期というタイミングでまるで悲劇の主人公のように登場することに、辛くてやりきれない気持ちです。そしてちかさんは最後にこう言葉をつないでいました。さやを返してと言いたい。神田沙也加さんの母である松田聖子さん、自身が初監督を務めた映画の特別上映会に登壇した際、上映終了後のトークショーで、天国はお花畑があってとても良いところだと思うんです、だからヒロインもさやかも幸せにしているんだと涙で声を詰まらせながらも発言していました。そして最後にはさやかに会いたいと泣き崩れていました。さらにプライベートではさやかさんを亡くした喪失感のあまり2人の思い出が詰まった場所を訪れたり、生前愛用していたハンドミラーを受け継いで使ったり、引き裂かれるような思いを抱えながらもがきながらも再び表舞台に戻っていったのです。そして3月25日、松田聖子さんが中央大学法学部通信教育課程を卒業したと発表されました。勉学に励んだ4年の間には、多忙な日々に加えて愛娘である神田沙也加さんの急死という痛ましい事件にも見舞われました。沙也加さんの訃報を乗り越え、見事大学卒業を果たした松田聖子さん、ネットでは「ほんと強い人、まさに鉄人ですよ」「愛娘さん亡くされたご心痛計り知れない中でしっかりお仕事され、学業にも励まれていたのですね」「聖子ちゃん、あなたはやっぱりすごいわ」「沙也加ちゃんを亡くしたあの悲しみの中で自分を甘やかさず勉強していたなんて尊敬しかない」愛娘を亡くされた悲しみを抱えながら学び続けた姿に心から拍手を送りたいと称える声が相次いでいます。そして神田沙也加さんの父である神田正輝さん、最近インスタグラムにて、朝だ
生です旅サラダに出演した DJ コウさんとのツーショットに心配の声が上がっています。カラフルな衣装に身を包んだコウさんとは対照的に、神田さんは黒いレザージャケットに黒いボトムスとシックなスタイル。神田さんは私服だったようで、コウさんはインスタグラムに素敵な年齢の重ね方に憧れと綴っていました。笑顔のコウさんと神田さんでしたが、ファンが注目したのは神田さんの激痩せぶりです。 SNS では次のようなコメントが上がっていました。全身乗せちゃうとガリガリなのが強調されちゃう。もう休ませてあげてください。神田さん本当に病気大丈夫なのでしょうか。休養されて戻ってこられて変わらない感じが心配。お元気そうな喋りもされてますけど、あの病的な痩せ方が気になります。痩せ方尋常じゃないよな。何の病気だったんだろうか。現在神田さんがレギュラー出演する番組は旅サラダのみです。その旅サラダも昨年11月から長期にわたって欠席していました。マナ娘の神田沙也加さんが亡くなった翌週にも気丈に出演していたほどです。神田さんは自分の年齢と体調については自分が一番わかっている、だから出演するレギュラー番組はもう旅サラダで最後にしたいんだとも話していました。神田沙也加さんの急逝から皆さんそれぞれ苦悩されていることでしょう。特に最近の神田正輝さんは心配になりますね。無理は禁物、それぞれ自分のペースを大切にしてほしいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。